皆さんこんにちは。メタクズです。今日はレボリューションシンクロンを採用した、レボシンホルスティアラメンツのデッキ紹介をします。ブラックローズで後手から全体除去できるのが強力かつ、勇者を採用せずともナチュビを立てれるので先行後行ともにかなり強力になっています。こちらがデッキになります。リストの方は概要欄に貼っておくのでそちらをご覧ください。今回はレボシンを採用しています。このカードは手札からシンクロ素材にできるので先行であれば、エンペを出してから自己蘇生しアムリターラへ行くことで、初動や霊の絵のうらら貫通になってくれるカードです。また霊の召喚から入って通った時でも手札を融合素材にした場合は、場に霊のが残るのでレボシンを有効活用することができます。高校時はブラックローズを出すのが強力で次元の裂け目などの回答になってくれます。特にレスキューエースに対してはブラックローズを出して、コンテインなどを白雪で避ける動きができれば、全体除去をきっちり通せるためかなりまくりやすくなります。盤面の出力に余裕が持てそうな時はリトルナイトを先出しして、ブラックローズを出してブラックローズに対する妨害をリトルナイトで避けたりも可能です。今回はレボシンの中継カードをエンシェントフェアリーにしています。手札から特殊召喚する効果で先行時の手数も増やせるのと、2のフィールド魔法を入れ替える効果がかなり強力です。墓地のデストルドーから出すこともできるので、パライドスなどを破壊して石壁に入れ替えれば突然ホルスが湧いてきます。石壁から入ると手札消費が荒くなりがちですが、ティアラメンツは自身で墓地を肥やすため石壁を置いた時には、すでに墓地にホルスが溜まっていてコストなしで勝手に湧いてくることも多いです。今回は久しぶりにムドラケルドーを採用しています。ホルスできると後手からでもまくり札として機能する場面が多いのと、ベルレイノを単独機能させたり落ちすぎたカードを戻す用途でも使えます。落ちたらそれだけで一妨害なのとレベル4なのでレボシンと噛み合うのも評価が高いです。また黒シープで蘇生させることでレベル4地属性なので、墓地蘇生したレボシンとシンクロするとナチュビになれるのも利点になっています。他にもナチュビは黒シープで釣ったレボシンと、エルフで蘇生した G などでも出せるので出す機会はかなり多いです。今回採用しているナイアルラは離弾の代わりです。このデッキは相手ターンに離弾を使いたいシーンが特にないので、誘発の貫通で融合しつつ場にナイアルラ自身が残る点を評価して、ナイアルラを採用しています。単純に融合した後マスカレの素材にできるのが強いです。また手札を1枚捨てれるのも利点で腐ってるトリビカルマなどを捨てることもできます。このデッキは手札整理とリンク値の兼ね合いからナイアルラのが優先度が高いです。それでは対戦の方を見ていきましょう。1戦目は先行です。普段はサレンダーされてしまうのでなかなか見れないですがフル展開のリプレイになります。対戦よろしくお願いします。今回は GOD ハンドですね。すべてお持ち物です。G をもらったとしてもかなり受けれるハンドになっています。先バロネスから誘発をケアしながら M 席を使っていきます。服装からサーチしようとしていたペルレイノを引いちゃったので、そのままペルレイノを発動していきます。ちなみにスリッチしたティアラメンツモンスターですが、イムセティア棺でガンガンコストにしちゃって大丈夫です。なぜかというとティアラの融合は手札、は、墓地の3箇所に対応しており、さらにキトカロスの2の効果は手札または墓地のため、棺で切ったティアラは融合素材にするかキトカロスで蘇生すれば、実質的に全て踏み倒せることになります。これによりデッキを圧縮しながらティアラ展開ができるため、この行為によって実質的に1枚周知されてるのとほぼ等価です。メタノイズでティアクチャを回収してリンク値を伸ばせます。クロシープの起動トリガーとしても優秀なのでデッキ回収しましょう。墓地にティアラカードが落ちすぎてトリビからは、ハートビーツしか拾えませんでした。最悪レイノが落ちればリンク値1しながら罠回収できるので、とりあえず拾っておくことにします。もしハートビーツ持ちっぱなしになっても結構妨害として強くて、神殿やデイアベルでセットしたカード、棺などを飛ばして妨害にできます。これでリンク値もだいぶ稼げたのでこのままクロシープを使って、ナチュービーストを添えていきましょう。この後の展開は2パターンあってビアンデッドを作りながら、エルフマスカレにするかリトルナイトとホルスを並べるかになります。今回は盤面がそもそも強いのでマスカレは置かずに、他のカードが除去されたら後続を持ってこれるハーピを出してターンを返します。スクリームを晴れているのでナチュビがそもそも殴られづらいのもありますね。スクリームの打点でバフがない時はバトルでナチュビ先処理をされがちなので、マスカレや白雪などで防ぎたいところです。仮に先処理されたらホルスのたたりが発動してそれはそれで大変なことになりますが。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。対戦よろしくお願いします。相手はティアラメンツですね。純ティアラメンツのようです。マーレまで入っていてホルスギミックも入っているようなので、かなり初動に真摯なティアラメンツですね。イムセティも引かれてたので結構な盤面を作られてしまいそうです。めっちゃ落ちてますね。元気いっぱいです。こちらは手数は用意できているのである程度なら返せそうです。
相手は罠を拾えるかが運になっているので、落ち切った罠を回収できるかどうかで勝敗が変わりそうですね。ホルスも飛び出てきましたが、ビアンデッドはこちらも有利になることが多いです。ただ今回は落ちが弱すぎてとんでもないことになります。二段まで組まれたので、こちらのターンにカレードが出るのも確定しました。相手がビアンデッドの効果を使って喜んでいたら、こちらはティアラメンチが落ちずにペンリルが落ちたので取られました。こんなことあるんでしょうか。許せません。とりあえず白雪でハーピオーラにします。この時点でペンリルを使われたらかなり負けよりですが、相手はこちらのデッキがティアラメンツなのを分かってるので、ペンリルをティアラメンツに当てたいはずなんですね。なので基本使われません。これで全て吹き飛ばすことに成功しました。ルルカロスとカレードハートは帰ってきますが、さすがにそれだけなら処理できます。ホルスから手数を出したいので応募を張っていきます。ホルスギミックが入ったことによって召喚剣を使わない手数が生まれたので、召喚剣ブラックローズから後手まくりするのがかなり現実的になりました。これは嬉しいですね。相手は G を投げてきましたが、ティアラメンツの G は大して強くないので、このまま突っ走っていこうと思います。多分ルルカロスを使ったのはカレードハートの自己蘇生で、再度融合をしたいから早めに使ったんでしょう。あとはどうせ白雪で踏まれるし、ホルスで殴られるというのも多分あります。ここ、ポイントなんですが、白雪で裏にすることで融合召喚されたという情報が消えるので破壊できるようになります。このトルドーは相手のジアンデッドで落ちたカードなので、ある程度は助けられたとも言えますね。最悪ホルスでジアンデッドを作ってデッキ切れを狙うタクもあります。相手がティアラメンツなのでデッキがもう薄いんですよね。ジアンデッドでムドラケルドーが落ちたりしたら嫌なので、ここはキルを狙っていきます。一応ルルカロスを出して手から出てくるカード系をケアしながら、アストラウドで盤面を飛ばせばワンキルになります。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。対戦よろしくお願いします。相手は楽園ですね。相手の楽園ちょっと動きが変なんですが、最終的な結果を見ると超融合のために手札を取っておきたいのと、響きをスリッチしてたため楽園融合にちゃんとアクセスできなかった、もしくはうららを楽園融合に打たれても止まらないようにした。ように見えました。楽園融合からフル展開通ったら、まあどのデッキもまくれないので、つつましい盤面で帰ってくる分には全然対応できます。以前はこのミラジェード単体でもめちゃくちゃきつかったですが、ホルスギミックのおかげでかなり克服できています。これ、真ん中に捨てたのが断罪で確定しているので、トリビからはハートビーツをサーチして断罪をデッキに戻します。断罪も当たり前ですが、ティアラメンツに打たれたらきついですし、もう一枚の捨てが見えてないのでリソースを残したくないです。ハーピを先置きすることでミラジェードで飛ばした、キトカロスとコストの融合モンスターを回収できる状態にします。さらにイムセティもいるので、キトカロスの時点で飛ばしたら、リソース回収しながら相手のリソースを奪いつつイムセティで伏せを飛ばせます。相手がホルスを恐れてミラジェードを打たない場合、普通にゴチ小屋しが通るだけなので物量で押せる状態になります。もちろん相手もそれを分かっていてミラジェードで、キトカロスをきっちり除外してきましたね。これでハープとイムセティの効果が発動し、伏せを剥がしながら、ハーピで飛ばされたミラジェードと相手のゴチのバスタードをデッキに戻します。伏せは超融合でしたね。この段階で超融合を打っても地盤面ごと消えるだけなので、相手は打たなかったようです。もう手札も1枚でゴチリソースも消し飛ばしたので打っても負けるって判断だと思います。ちなみに打たなくても負けます。対戦ありがとうございました。長くなってしまったのでここからはリプレイ垂れ流しになります。立ち回りの参考にしてください。
ぶれすぎだろ。ムドラケルドを採用してるのでラバゴケアできます。ということでいかがだったでしょうか。レボシンホルスティアラメンツでした。レボシンが先行後攻ともに強くジアンデッドでまくれても貫通不打になり得るかなりいいカードです。レボシン以外の要素はそっくりそのままジュンティアラメンツなので、ほぼほぼやってることはジュンティアラメンツかなといった感じです。ジュンよりもシャドールや罠スクリームの枚数が減ってる分、手から出せる手数が増えているので個人的には後手も強いかなと思っています。ちなみにこのレボシン太郎は勝新太郎さんとは何も関係はありません。よかったらチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。